ご覧ください。インコちゃんは本当に可愛いですね。実はそんなインコちゃんをお迎えした飼い主さんにも、とっても可愛い生態があるのです。それは、突然怒り出したインコちゃんにはとりあえず、嫌だったの、ごめんね、と甘い声で謝る。インコちゃんが何に対して怒ったのかはわからなくても、たとえそれが理不尽な怒りであったとしても、危機として受け入れてしまう飼い主さん、可愛いですね。インコちゃんをめでる飼い主さんの可愛いと思う生態はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。飼い主さんの可愛い生態2。呼び鳴きされたら甘い声でお返事してしまう。家事の最中などは、カゴの中にいるインコちゃんは飼い主さんに構ってもらおうと必死に呼び泣きします。そんなインコちゃんへの飼い主さんのお返事は、家族以外にはとても聞かせられないような甘い声になっていて、後で自分の声を録音で聞かされるとびっくりしてしまいます。そう、インコちゃんたちは飼い主さんの本来の心を引き出す天才なのです。可愛いインコちゃんとの触れ合いの時間は、身分や肩書きや心の仮面などの堅苦しいものを捨て去り、ありのままの自分を解放できる貴重な時間でもあるのです。インコちゃんの飼い主さんの可愛い生態3。インコちゃんの顔を見たら、可愛い顔してどうしたの？と言ってしまう。インコちゃんからすれば、どうもしてないよという感じなのだと思いますが、インコちゃんの可愛いお顔を至近距離で眺めていると、なぜだか言いたくなる言葉ですよね。様々な表情を見せてくれるインコちゃんのお顔に、メロメロになる飼い主さん。可愛いですね。飼い主さんの可愛い生態4。あらゆる部位のインコ臭を嗅ごうと必死になる。そう、インコちゃんのインコ臭は、頭や背中、お腹など、部位ごとにそれぞれ異なる香り方をしているため、可能ならばインコちゃんの全身くまなく嗅ぎ回りたいと飼い主さんは常に考えています。しかし、匂いを嗅がれる側のインコちゃんの意思を無視して、無理やりインコ臭を摂取するのは、紳士淑女の行いではありません。そのため、インコちゃんの機嫌を損ねることなく、かつその素晴らしい香りを存分に堪能するために、飼い主さんは毎日必死に考えているのです。あなたの実践するインコちゃんに負担のかからないインコ臭の摂取方法はどんな方法ですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。飼い主さんの可愛い生態5。いたずらしてかじられて喜ぶ。モフモフで羽繕いするインコちゃん。可愛いですね。そんな一生懸命なインコちゃんを眺めていると、ついついいたずらしたくなってしまいますよね。背中側の羽繕いに夢中なインコちゃんのモフモフのお腹あたりを指先でツンツン。すると即座に振り向いて、くちばしを大きく開いてやめろと威嚇。そこですぐにやめなければガブリ。そんなわざと噛まれるためにいたずらする飼い主さん、可愛いですね。飼い主さんの可愛い生態6。尾羽をハムハムしたくなる。皆さんわかりますよね。インコちゃんの美しい尾羽が口の前に差し出された時に、ついパクッとしたくなってしまう抗いがたい衝動。インコちゃんは当然怒ります。怒りの連続続きです。それでもやめられないインコちゃんの尾羽ハムハム、皆さんもやってしまいますよね。飼い主さんの可愛い生態7。インコちゃんを口に含んでしまう。最初に言っておきますが、衛生面等を考えれば決しておすすめできる生態ではありません。ですが、食べたくなるほど可愛いという言葉があるように、大好きな感情が溢れてしまうと、なぜか口に入れたくなってしまうという大変不可解な衝動があるのもまた事実ですよね。飼い主さんを魅了する愛らしすぎる見た目や、嗅がずにはいられない魅惑的な香り、あでやかで美しい羽、そんなあまりにも尊い存在のインコちゃんですが、なんと信頼する飼い主さんの口の中にまで自ら入ってこようとすることもありますよね。口を閉じていても、足やくちばしを使いこじ開けて頭を突っ込んでくるのです。これはもう不可抗力と言わざるを得ません。そんなインコちゃんの究極の愛情表現に、飼い主さんは日々身を委ねているのです。
飼い主さんの可愛い生態8。インコちゃんの動画を見ているとつい匂いを嗅ごうとしてしまう。皆さんも当然経験ありますよね。我が家のインコちゃんのインコ臭はもちろん毎日摂取していますが、たまには他のお家のインコちゃんの香りも嗅ぎたくなってしまうのも、インコちゃんにとらわれた飼い主さんの性です。世の中にはありとあらゆる種類のインコちゃんの動画が溢れていますので、普段はお目にかかることができないインコちゃんもたくさんめでることができますよね。私は特に沖縄インコちゃんの可愛さに夢中になっています。我が家のインコちゃんには浮気者と怒られてしまうかもしれませんが、その狂おしいほどの愛くるしさを求めてしまうのです。そしてインコちゃん動画の視聴中にはその香りまでも想像してしまい、画面越しということも忘れてつい匂いまで嗅ごうとしてしまうのです。飼い主さんの可愛い生態9。インコちゃんと一緒にヘドバンする。そう、インコちゃんの中にはテンションが爆上げ状態に突入すると頭を上下に激しく振る、つまりヘドバンインコちゃんになることがあります。見ていて心配になるほどに激しいヘドバンをすることもありますが、酔ったりすることはなさそうです。ヘドバンインコちゃんは最高潮に楽しい気持ちになっているので、見ているこちらまで幸せな気持ちになりますが、どうせならば一緒にヘドバンして楽しい気持ちを共有したくなるのが飼い主さんです。インコちゃんと一緒に頭をブンブン振り回して楽しい時間を共有します。しかしながらインコちゃんのヘドバン技術と体力を侮ってはいけません。超ハイペースかつ長時間のヘドバンになることもありますので、あまりに楽しいからとインコちゃんと同じペースで飼い主さんがヘドバンすると頸椎を痛めたり脳震盪を起こしたり頭痛、めまい、耳鳴り等の原因にもなることがあるそうなので、ほどほどのヘドバンにしておかないと後々後悔してしまうかもしれませんので注意しましょう。ちなみにインコちゃんは喜びの感情を表現するときや新しいおもちゃや環境に興奮したとき、もしくは飼い主さんとのコミュニケーションの一環としてヘドバンをする子もいるそうですよ。あーくちゃい、あーくさ。飼い主さんの可愛い生態10。インコちゃんの匂いを嗅いでくさーっと言いつつも嗅ぐのをやめない、日々インコちゃんをめでる飼い主さん、可愛いですね。インコちゃんの飼い主さんの日々のエネルギー源といっても過言ではないインコ臭。その香りはインコちゃんごとに異なり、飼い主さんのワードセンスによって様々な香りに例えられます。中には生乾きの雑巾というとても良い匂いとは思えないものも。そう、インコちゃんによっては普段乾いている時の香りとは違い、水浴びなどで羽毛が濡れることで何とも言えない濃厚な香りを発するようになる子もいるのです。そんなお世辞にも良い匂いとは言えないインコちゃんのインコ臭をいつものように摂取する飼い主さん、あーくちゃい、あーくさーなどと言いながらも匂いを嗅ぐことをやめません。やめることができません。それほどまでにインコ臭には飼い主さんを引きつけ狂わせてしまう魔性の魅力があるのです。香りを嗅がれるインコちゃんにとってはやはり迷惑らしく、飼い主さんの鼻をつつき回して抗議するのです。あなたの可愛い生態はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。